はいどうも、スペースサテス。今回はこちらに行ってきました。そこはこちら、さんちゃん屋さんです。おもちゃのさんちゃん屋。こちらの方は大阪サバイバルさんに連れて行っていただき行ってきました。それでは VTR スタート。ここらはもうこれに醤油で作る、そこらはもう火からへんから、奥のはあれ何だったかな、うん、ここはガンダム。あれだ、開けてみる。ここだけ開いてみる。どうしよう。だけど、ロマンやろな、これコレクションのやつやから全部それを取るかどうか、そうですね、うん、まあ、見とって隣も入るから、まあ見とって、はい、ほんで隣もあれやったら、はい、ありがとうございます。クリアカラーのやつみたいな、うん、あ、でかいやつばっかりやな。コンクリートって言ってて、はい、セット、彩色バージョンってことだよね。これは何？メモリーズを友人からね。ああ、女の子だ。そうだね。全然僕知らないやつ。これいいね。まさか。あ、これのセットもそっちか。そうなんです。これって何でできてるんですか？軽いからあれで別に超合金っていうかそういうタイプのやつじゃない。超合金ではないんですね、これは。ABC って書いてあるもんね。うん、ABC。はい。こっちはバイク。これ同じです。これ箱で入ってるんですけど。種類はないんか。はい、全部同じやつってことですね。この3種類ですね。でもこれが最、あ、ここにある。はいはい。
市の計画ってこれこの間お宝番長はいなんか持ってたと思うんですよ、はい、買ってあ、購入されてたんや紹介されてたっていうかはいウルタナの星計画こっち関係全然知らんからでも海洋堂のやつやから造形は良さそうですねウルトラマンティガか、まあ、こういうポージング変えられる稼働のやつなんですねありがとうございますおもちゃのさんちゃん屋って書いてますね。おもちゃ屋さんやね、やっぱり。昔はこういうのでドラゴンボールのカードが入っとったから、ありましたよね、これでよくやってましたが。電源ついてないね。また来はったら聞きますわ。これも来るんちゃいますこれあれでしょそうじゃないか。はい。これいいですね。そこまで古くはないけど、まあまあ。なんかやりたいですね。何見つけたんですか、坂田さん。いや、このバンブレストの、あのスケルトンゴジラ。マジっすか、これ。光付き音声貯金箱。これやばいやつちゃうんですか。いや、別にまあでも、もうこんなん置いてないんでね、結構古いんで。これちょっと。これデッドストックちゃうんですか。あ、デッドストックですね。トルトルアイテムの。全4種類。一応、4種類。あ、コンプしやがんねや。お買い上げちゃうんですか。これそれ、さっきサクさん見つけてくれた。ここに並べてるんですけどこれってあれやね、ゲーセンのやつやねゲーセンなんですね昔昔っていうか何年かなこれ1998年あそうかここクレーンゲームも置いてあったからそういうのも置いてるんやねそうですね98年からもう今から、26年ぐらいはいはいえ、終わり？マジで？うん、ビリビリや。マジかよ。終わり？一回こっきりこれ。そうです。みんなでは3枚まで入るぞみたいな。マジか。もう10円のやつだ。ありがとうございます。いかがだったでしょうか、懐かしい駄菓子がいっぱい置いてあるお店の中でおもちゃも売ってるそんなお店でした。
で、懐かしいビデオゲームの筐体とかもあって、なかなか皆さんも懐かしいなと思われた方も多かったんじゃないかなと思います。で、昔はなんかゲームとかも置いてあって、そういったものとか、いろんなフィギュアもあって、結構面白いお店だなと思って見てましたね。で、大阪サバイバルさんの、よく行かれるお店なので、特別に、倉庫の方も見せていただき、今回ありがとうございました。いろんなものがあったりして、驚いてたんですけど、懐かしの、アーケード筐体というか、そういったビデオゲームもいっぱい置いてあって、結構、いいなぁと思って見てました。佐々木的には、ああいうふうに、なんか、ご自身で直すこともできるっていうふうにお聞きしてたので、ちょっとそういった話ももうちょっと、いろいろできたらなと思ったんですけど、ちょっと今回できなくてすいません。はい。もしよかったら、皆さん、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。今回はこんな感じで終わろうと思います。はい。それじゃあ、ありがとうございました。スペース、さあ。